北のロッキーチャンネル。どうもロッキーでございます。本日なんだけれども、このように、サルカン、寄り戻しとかね、サルカンと呼ばれるこれの結び方、これやっていきたいと思います。で、わかりやすいように、まずこのでっかいこれリング、このリングをサルカンが寄り戻しだと思ってください。これでやっていきたいと思います。で、針の結び方と同じように、この靴紐。これで今回、またやってきますから。で、ちなみになんですが、今回まず、クリンチノット A、クリンチノット B、そして、ダブルクリンチノット、その3つ、やりたいと思います。じゃあまず、クリンチノット A、いきます。まず、この、糸を、上からでも下からでもどっちでもいいんで通します。この輪に通します。ギューッと通しますよ。で、通しまして、で、次にここを必ず左手の親指と人差し指で持っといてください。この糸をね、糸とこのサルカンを持っててください。で、そっからこの端糸10センチぐらい出しといてください。で、こっからこの本線にこの端糸を上から巻きつけます。巻き回数は5回から7回ぐらい目安です。俺は5回なんで5回いきます。1,2,3,4,5 と、はい、巻きました。たらここにこのサルカンとこのネジネジになってるところの間にちょっと見えづらいんだけど輪っこができてるんで、この輪に通します。端と、はい、通しましたと、はい、通しました。で、ここ今このねじってあるところ、これ引っ張るんですが、引っ張るときに摩擦熱が生じて糸がこうヨレヨレになっちゃうときがあるんで、ここは舐めるか水つけてください。で、今回ちょっと靴紐なんでここは省略しますが、舐めるか水をつけましたと、はい。で、次に端糸と本線を引っ張ります。キュッとキュッと、はい。で、次に、左手の親指と人差し指で、ここの結びこぶ、これを爪で、こういう風に、ぎゅーっとこう、寄せてやります。すると、こういう風に綺麗に仕上がるんで、あとはここは、端糸は1センチぐらい残してカットというのが、これが、クリンチノット A になります。一番簡単じゃないかな。じゃあ実際に、クリンチノット A、本物を使ってやっていきます。まずこの輪にこの糸通します。はい、通りました。はい、通したよ。で、右の側からテンションは必ずかけといてください。で、この状態で本線に端糸を巻きつけますが、今回5回、これもまた例によって5回巻きつけます。いきます。1,2,3,4,5、はい、巻きつけました。するとここに必ずこれ輪、こいつね、輪っかがあるんで、この輪っかに端糸を通します。はい、通しました。はい、するとこういう状態になるんで、まあ、ここは摩擦防ぐために舐めるか水つけてください。それで本線と端糸を引っ張ります。いきますよ。引っ張ります。キュッキュッと、はい、引っ張りました。で、次に左手の親指と人差し指の爪でこのコブをキュッと締めてあげて、そしたらこういうスタイルになりますから。そしたらここは端糸は1センチぐらい残してカットと、はい、これで、はい、クリンチノット A の完成でございます。こんな感じね。じゃあ次クリンチノット B 行ってみましょう。次、クリンチノット B 行きたいと思います。やり方はまず、最初の方は簡単です。見ててください。まず、輪の中に、糸通します。で、通して端糸をある程度引っ張ったら、ここつまんでいただいて。で、次に、本線に端糸を巻きつけます。今回も巻き回数は5回です。いきますよ。1,2,3,4,5 と。はい、巻きました。すると、ここに輪が、ここに輪があるはずなんで、ちょっと見えづらいけどね。あったね。この輪に端糸通します。はい、通しましたと。で、通ったんですが、
最初のクリンチノット A の場合はここで端糸と本線を引っ張って締め込んでたんだけど、今回は B 違います。ここにもう一個大きい輪があるはずなんです。この輪にさらにこの端糸を通します。グッとここ通します。はい、通りました。ここで初めて本線と端糸を引っ張って締め込みます。いきます、キューッと、キュー、はい、はい、締めました。で、左手の親指と人差し指を使ってこのコブを寄せます。グッと、はい、寄せました。グッと、はい。で、あとは端糸は1センチぐらい残してカットと。これが、クリンチノット B になります。A よりは B の方が強いと言われていますが、頻度的にはそんなにはあまり登場することはないと思います。じゃあ、まず、実際にサルカンでやってみたいと思います。まずは、ここにサルカンが穴がありますんで、穴に、このライン通します。通しまして、で、次に、ここ、この本線。本線に端糸を巻きつけます。これ巻き回数5回でいきます。いきますよ、1,2,3,4,5 と、はい、5回巻きました。するとここに必ずちょっと見えるね、ここに輪がありますんで、この輪に通します。で、通しますが、次にこれ大きい穴、この大きい穴に端糸をもう一回通します。こうですね。で、通しました。ここで、本線と端糸を引っ張ります。で、ここは必ず、あれしてください。水分、ね、舐めるなりなんなりしていただいて、していただいて、摩擦を防いでください。じゃあ、いきます。引っ張ります。引っ張りますよ。はい、引っ張りました。はい、引っ張りました。で、あとは、左手の親指と人差し指でこういうふうにグッと結びコブを、締めてもらって、で、最後端糸をハサミで1センチぐらい残してカットします。はい、すると仕上がりはこんな感じです。はい、こんな感じです。 A よりは B の方が強いけど、まあ投げ釣りとかだったら A でもいいかな。で、次は最後ダブルクリンチノットいきたいと思います。で、次ダブルクリンチノットやっていきたいと思います。今までのクリンチノット A、B と若干性質が異なりますんで、ちょっと注意してください。まず輪に一回通します。ここまでは一緒です。で、今まではこの本線に端糸をすぐ巻きつけていましたが、今回は違います。これもう一回このサルカン寄り戻しにもう一回通します。ぐーっとすると、サルカンの輪、そしてこの糸の輪、二つこう並びます。この輪は絶対に縮めないで、このように保持しといてください。輪はね、こうね、で、保持した状態で本線にこういう風に端と巻きつけます。1,2,3、ちょっと今回3回にします。本当は5回から7回巻いてください。で、ここに輪っかが2つありますんで、この2つの輪に端糸を通してください。こういう風に、はい、こういう風に通りました。で、あとは本線と端糸をグッと引きます。はい、で、このコブを絞ると、これでダブルクリンチノットとなります。で、これでなんでダブルって言われてるかっていうと、まずこのサルカンに2回ダブルでかけるっていうのと、あとそれによって輪が2つあるんで、その輪に端糸を通すと。で、ここに糸がダブルでかかってるんで強度が強いと言われています。じゃあ次は本当の糸でやってみたいと思います。じゃあ実際にナイロンでやっていきたいと思います。まずこのサルカン、このサルカンの輪にこちらの糸を一回通します。で、通しました。はい、通しました。で、こっからもう一回サルカンにナイロンを通します。
で、端とぐーっと引っ張ると、このように、輪がこういう風にできてますんで、この輪を保持しながら、本線に端糸を巻いていきます。いきます。1、2、3。今回3回でやります。で、このように、輪がダブルになってると思うんで、このダブルになってる輪に端糸を通します。はい、この状態です。はい。で、次に、本線と端糸をこうやってギューッと引っ張ります。ギューッとね。ギューッと引っ張ります。で、この時に、こういう風に、プライヤー、ペンチみたいなもので、この端糸をこうつまんで、で、こういう風に引っ張ると、便利です。で、最後、このコブ。このコブをこういう風に絞ってやると、ダブルクリンチノットの完成です。もちろん端糸はカットします。はい。こんな感じかな。はい。こんな感じでございます。で、これもちろんさっき言ったようにダブルでかかってるんで、一番強度があると言われています。皆さん今、クリンチノット A、クリンチノット B、そしてダブルクリンチノットと3つのノットを紹介いたしましたが、ぶっちゃけて言えば、俺は、クリンチノット A で十分だと思います。ただし、遠投の人とかでものすごく仕掛けとかに負荷がかかる人は、このね、ダブルクリンチノットを使ってる場合が多いようです。というわけで、皆さんの結びやすい、方法でやってみてください。北野ロッキーでございました。したっけ？北野ロッキーチャンネル。